どこ行く？今日はユーベルホールに行きます。それはどこ？大阪の豊野町っていう山の中の綺麗な町です。そこで何する？今日は明日のコンサートのリハーサルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、到着です。何かタバコ休憩？そうです。まだリハーサル始めてない？まだです。はい、おはようございます。おはようございます。メッセージ？頑張ります。頑張ります。ごはんさんすごいです。あ、そうではない。そうではない。嘘です。美しいです。嘘です。素敵です。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。あれはいいな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またバイバイ。 And this これから難しいチョイスしなきゃいけない。この前2本目の楽器グラナディラを買った時はココボロとグラナディラで曲によって別々の音色をできることがすごい楽しいと思ったんですけど、実際は選ぶのが大変です。本当はココボロの方が音が大きいし、音が遠くまで届きやすい。音色もすごく丸い。多分大きなホールではココボロの方がいい気がする。でもグレナディラがパワフルな印象がある。今日はどっちで吹くかまだすごい迷ってる。どっちの楽器を何で好きかそれぞれの理由がある。これからリハーサル行って両方試してみよう。What do you think?
I'm not sure. Can... 動画の音声聞くとどのぐらい違いが伝わるかちょっとわかんないけど、ライブで聞くと音色も違うし、音の鳴り方も違うし、すごいニュアンスと違いがわかりやすい。私の場合はホールのサイズとかアコースティックとか曲とかソロか室内楽、そういうシチュエーションによって楽器かアクセサリーを変えます。バクンに変えた時、マテリアルも形も違うから、またゼロから勉強する必要があった。だから今は何が好きか、何をしたいか、どんなシチュエーションで何が必要か、もっと分かるようになってきた。今回は吹奏楽との共演で管楽器と管楽器の音色がとっても似てるから、特にソリスティックな音色になるようにしたかった。ココボロは金メッキで音色が柔らかくて音がとても際立つ。でもグランナディラは銀メッキで音がすごいはっきり聞こえます。私はいつも共演者とか生徒たちのリアクションからすごい勉強してるから、今回の音色はどんな印象があるか教えていただけたらとってもありがたいです。Okay. Oh.